よっしゃ今日もやっていくぜ。とりあえず目標を1個完遂させることができたので次だな。この辺はウプ主とルーミアに任せよう。はいはい任せるのだ。今回からはウィンターストアという契約完遂を目標に頑張るのだ。だけどロックされているのだ。解除するにはノットアドリルという契約を完遂させる必要があるのだ。ノットアドリルの契約内容は以下の通り、掘削現場に鉄骨バリ2つ、オイルリグドリル1つ、建設装備トレーラー1つ、これを運んで契約完遂となるのだ。建設装備トレーラーってのが前々回見たあのクソデカトレーラーだな。運びたくないんだけど。じゃあ2人はオイルリグドリルって知ってるのか？いや、それは知らないな。どこにあるものなんだ？これはミシガン州のスミスビルダムにあるものなのだ。要するに隣町まで走ってもらうのだ。なんだって？町経由の契約は結構転がっています。難しくなるにつれて増えていくのでお覚悟のほどをよろしくお願いしますね。とんでもねえことさらっと言ったなあいつ。ということで頑張るのだ。ちょっと待ってくれルミア。道中とか注意すべき点はあるか？もちろんあるのだ。掘削現場はここなのだ。でも手前の木製の橋が壊れているのだ。ああ、つまりこれを直さないと建設装備トレーラーが運べないってことか。その通りなのだ。ここを修復するのに必要なのは板材が2つなのだ。ふむふむなるほど。じゃあ板材と鉄骨張りは一緒に持って行った方が良さそうだな。それはいいかもしれないが、結局橋を直さないとだぞ。製材所からそこまで結構あるしな。何を言っているんだマリサ。いい道があるじゃないか。え？そこに道があるじゃろ。川渡りしろと。じゃああとは2人で頑張るのだ。これなら板材も持っていけるし鉄骨張りも楽々持っていけるな。渡れたらな。勘違いするなよ渡れたらだからな。すでに不安しかないんですが。それじゃあ私は鉄骨張りを持ってくるぞ。じゃあ板材運びますか。あ、でも私トレーラー必要だわ。ちょうど製材所に落ちてるしそれに板材乗っけていきますかね。そろそろ台車つけたら。お金が購入できるものが多い分買い物しにくくなるのはわからんでもない。それじゃあ私は5スロットトレーラーで鉄骨張り2つを運ぶぞ。なんだかんだこいつ活躍してんな。もちろん積み込んでる物資はその辺に置いておくぞ。夜だけど積み込みお願いします。ちなみに今回は2人で一緒に向かうぞ。マップで見る限りマジで川だったからな。二人で行けばまあ大丈夫だろ。よっしゃ積み込み完了だ。ちょっと重いけど、二人だしなんとかなるだろう。いやー、カスタマイズトラックです。大型燃料タンカー運んだトラックは工場に置いてきてるんだよな。あそこに建設装備トレーラーあったし、こっち完遂させてから乗り換えて運べば効率的だからな。てかこのトラック何もないんだよ。AWD もデフロックもない。だからこの川通るだけでも四苦八苦してる。これ運べるのか？まあスイカがいるから大丈夫か。本当に大丈夫だろうか。よしこれで回収っと。運よく二つ板材が乗ってるからこのまま向かえそうだな。にしても AWD もないから全然引っ張ってくれないし動かないな。ウィンチでゴリ押すしかないか。ここが道になってんのか。お、そっちも大丈夫そうだな。スイカの方が力ありそうだから先行してもらってもいいか。おおお任せとけ。思ったより急な傾斜だな。川が近くにあるからかもしれないけど。今私後ろから押してんだけどさ。うん、逆に引っ張られてるわ。お前のトラック雑魚すぎん。てか押してるとは言わないんよ。なんとか登ってこれたぞ。そして目の前に川。どうだ渡れそうか。正直私のトラックだと不安しかない。なんでそんなのできたんだ。だってこれしかなかったんだもん。まあ最悪クレーンがある。なんとでもなるだろう。いや余裕でいけるわ。結構いい砂利道だな。小川になってるからてっきり進みにくいもんだと思ってたぜ。それは私も思っていた。まあこれなら想像より早く契約完遂ができそうじゃないか。ってアップグレード。おいなんでこんなところに。え、いや全部マップ開放したぞ。後から分かったことだけど監視塔のマップ開放範囲外にあったっぽいのだ。ちょうど隠れてて見えなかったのだ。そんなことあるのか。可能だったらできるだけマップは埋めた方がいいかもなのだ。では気になる中身は。おめでとうなのだ。それはトラックの車高増加なのだ。車高がないと装備できないタイヤがあるからこれって結構重要なアイテムなんだよな。また確認しておくのだ。ふおー無理だわこれ。諦めないで。マジでこのトラック役に立たん。装備が貧弱だからな。引っ張ってもらわないとろくに進めない。今度タイヤ買ってあげような。これお前の目的地そこだぞ。一人で行けると思ってんのか。行くんだよ。積んだわ。あとちょっとじゃん。てか木材踏みつけとるけど抜け出せない。こいつ世話が焼けるんだけど。マジありがてえ。いやむしろここまで来たことを褒めてほしい。誰が褒めるか。よくやってくれた。これでトラックは向こう岸まで渡れるぞ。改めて礼を言うよ。とりあえずこれで道は整ったか。マリサを手伝ってたら随分と日が傾いてしまったな。これはどこに運べばいいんだ。ああ、ここね。相変わらずの悪路だけどこれくらいだったらへっちゃらだな。よし、じゃあまずは一つ完了だ。一瞬だったけどなんかすごいの見たな。じゃあ次はオイルリグドリルだ。マリサはクソデカトレーラー頼むな。その前に助けていただいても。またかよ。よっしゃこっからが本番だ。私は工場に置いてあるトラックに乗り込み、採掘場まで建設装備トレーラーを運搬する。ルートはこんな感じだ。できるだけ最短距離で行けるよう途中から細道に入るぜ。長さが結構あるが大丈夫か？霧があるところだけが懸念だがそれ以外なら特に問題なく行けるだろ。なんだかんだ言って今まで運べなかった契約はないしな。ああ、そう言われればそうだな。おっしゃ頑張ってくれ。はっはっはっは任せたまえ。で、スイカはどうするんだ？私はまずオイルリグドリルから探さないとダメだな。ルーミアからスミスビルダムにあるという話は聞いたがどこかはわからない。
らん。だからスカウト車で捜索する。そんじゃそっちは任せたぜ。スミスビルダムの入り口はここか。できるだけ近いところにあってくれよ。道中はサクッとカットだ。初めて行くところだが、一体どんなところなんだろうか。ダムって名前があるからどこかに大きなダムがあるんだろうけど。ごめんなさい、許して。まあそれはいいとしてだ。ここスミスビルダムはどういった場所なんだ。そうですね、地形がとても荒れているのが印象的です。小さな起伏が激しく油断しているとすぐに転倒してしまいます。地面も結構ぬかるんでおり、走行には注意が必要ですね。厄介な地形ってことは分かった。でもそれっていつも通りじゃね。そうとも言います。まあうん、とりあえずガレージ発見。拠点が近くにあってよかった。で、あれがなんか気になるな。あのマークどこかで見たことがある気が。あれは必要物資がどこで手に入れられるかを可視化したものなのだ。つまりそこに行けば今探してるオイルリブドリルが見つかるということなのだ。おー、なるほどな。じゃあ早速向かうしかないよな。ん、あれこれ積み込み置いてあるもんじゃないの。いやちょっと待って、これまさか。あった。15スロット必要なの。さっき使ったばっかの5スロットトレーラー持ってこないとげん。いやだが場所は分かった。掘削現場に鉄骨張り運んだ時の道を通ればいいだろうし、これは簡単かな。じゃあ一回戻るか。ということで私だ。見てくれこのデカさ。大型燃料タンカーって何だったんだろうな。もはや中型だった。ということでこいつを運んでいきます。いや前見えな。前がどうなってるか確認しにくいんだけど、どんだけでかいのよこいつ。でも意外と素直に動いてくれてんな。よしこの調子で運んじまうか。マッピング通りに進むぜー。この選択がまさかあのようなことになるとは誰も知らなかったのだった。やめろ、これが地獄の始まりだった。やめろっつってんだろ。この先の展開など誰も予想できなかったのだった。うぷぬし、不穏な会話は忘れて一人称視点で運転を楽しもう。大型トレーラーを運ぶときはどれがいいんだろうか。まあ好みなんだろうけどね。よしここまでは順調だ。こっから細道に入るぜ。ていうかくっちゃ。ごめんなさい申し訳ない。ていうか今回の動画長くなりそうって話していいですか。珍しいな長くなるなんて。区切りどころを見失いました。なんなら今現在撮影分3本を1本にまとめています。あ、編集の裏側は興味ないので。編集に戻ります。オフロードでも結構いけるな。道さえ踏み外さなければなんとかなりそうだ。やばい、引っかかった。このカーブはきつかったか。だがなんとかなりそうだぞ。宿泊してたら朝になりました。だが最難関は突破した。あとはこのまま進むだけだぜ。ここから先は比較的緩やかなカーブばかりだ。慎重に進んでいけば問題ないはず。な。こんなところに川があっただなんて。いや川じゃないなこれ。だがやることは変わらねえ。このまま真正面突破するぜ。あれ？ちょっと待って、これ前進め。ない、待って前進めない。お、押してダメなら引いてみろ。こいつからウィンチかけて引けば。下がれない。待って下がれもしない。一回トレーラー外して角度を変えてから再連結。めっちゃ荒ぶりますやん。手前の木にウィンチ届いた。このまま引っ張れー。うっこかねー。いやマジ？ここまで来て？いや諦めるにはまだ早い。スイカー、助けてー。何どうしたの？積んだでござる。さようか、死体を離せ。小川に足を取られた。助太刀頼めるか。あい、わかったしばし待たれー。その何故そのようなことに？この程度超えられると勇んだ末路なり、身勝ちと重すぎた。身を運ぶより前に分かりきったことであろうに。されどその場着くまでちと時間を要す。今しばらく己でこべらかせー。あい、わかった。うぷ主楽しいか？人楽しい。最低。付き合ってくれてありがとうございます。だけどすげえな、どうなってんだ。もうフィットしてる。そうか、2台分の力でもダメか。とりあえず燃料は持ってきたからいくらでも無茶はできるぞ。そんなことで無茶したくねえな。クレーンで持ち上げてみるか。上がるかそれ。多分足が引っかかってんだよ。持ち上げればなんとかなると思うが。あ、やばい、私が横転する。こりゃダメだな。やっぱダメだったわ。もうちょい早く気づいて。いやさっき気づいてたよね。なんで挑戦したの？できると思って。さっき横転するって言ってたよね。いよいしょっと。これでとりあえずいいか。助かった。とはいえこれからどうするか。そうだな。何はともあれ自然に横転するのやめねえか。申し訳ございません。これさ、引っかかってんなら持ち上げればいいんだよな。まあそうだな、クレーンじゃ無理だったけど。じゃあさ、そのスカウト車踏み台にすればよくね。何言ってんだお前。いや乗り上げられないだろ。そこはお前のクレーンで。あ、はい。いやそもそも持ち上がるかこれ。建設装備トレーラーが持ち上がったんだからいけるだろ。ちょっとだけな。完全に持ち上げたわけじゃねえぞ。さすがにスカウト車に乗り上げるのは無理そうだったので、スイカのトラックに乗り上げることにした。そもそも持ち上がるかどうか、まあやってみるけどさ。微調整したしいけるとは思うんだけどな。ここまではまあ。てかこれなんか引っかかってないか。あらら、もう少しスイカが前に出ないとか。これは結構微調整が難しい。浮いた。いや、やってみるもんだな。しっかり乗っとる。これで少しは動いてくれるだろ。いざ実践。
いやまあわかってたよ。うん。その後も試行錯誤を繰り返したが、結局建設装備トレーラーが動く気配は一切見えず、よく見てみたらタイヤが浮いてて完全にスタックしていたことが発覚したのだ。苦渋の決断として二人は契約のやり直しをすることになったのだ。契約のやり直しはこの建設装備トレーラーが元の場所に帰るのだ。だけどやり直されるのはそれだけじゃないのだ。これつまり、スイカが運んでくれた鉄骨張り二つをもう一度運ばなくてはならなくなったのだ。ちちしょやべえ詰まった。またかよ。あ、でも今回はなんとかなりそう。はぁ、遠回りだけどど安定の道通った方が利口だなこや。はははは、一つ勉強になったな。まあここさえ突っ切ればようやく契約は完了する。まだ鉄骨張りとオイルリグドリル残ってるけどな。とりあえず今回でこの契約は終わらせよう。オイルリグドリルと鉄骨張りは私が担当するからさ。お前休んでろ。そうさせていただきます。燃料もらっとこ。これを返す契約とかもやっておかないとなぁ。まあまだ後でいいか。8倍速でお送りしております。いやはや今回の契約は地獄でした。急がば回れとはよく言ったものです。まさかここまで苦戦するとは。やってる時は自信に満ち満ちてるんですけどね。ちょっとこのゲーム舐めてましたわ。今度からは大きな道を通ろうな。でかいトレーラーを運ぶ時は。いや本当に同じ鉄は踏まないようにいたしましょう。今回はノットアドリル完遂まで動画を作るのでちょっと長めです。さあもう一踏ん張り、お二方頑張ってくださいませ。二人で運んでるから後は早いぞ。この木の橋を渡るのは怖かったが、細いですからね。十二分に気をつけてください。ていうかこれだけ重そうなトレーラーなのにこの橋落ちないのすごいよな。多分その辺は突っ込んじゃいけないと思います。さてそろそろ目的地へと到着するようです。皆さん最後までマリサさんの勇姿をお楽しみくださいませ。やっと着いたぜ。もうこいつは二度と運びたくないな。お疲れさん。じゃあとは私に任せておけ。頼むわ。よしここはサクッと終わらせるぞ。鉄骨張り積み込みまして、川渡りまして、納品。じゃ次はオイルリグドリルだな。5スロットトレーラーを持ってスミスビルダムへ。さてと姿を拝もうじゃないか。と、これはでかいな。こんなでかいドリル使うのか。よし、じゃあこれをクレーンで乗せるぞ。掴みまして、トレーラーの方に移動させまして、積載、からの連結、貨物固定、ブラックリバー帰着。やっぱこれくらいだとスムーズに運搬できるな。よし、あと少しで契約達成だ。日が暮れたけどようやくここまで来たぞ。いやー長かった。なんか私今回は手助けに集中してたな。っていうか建設装備トレーラーの存在感がすごいんだけど、マリサあれ運んだのか。というわけで契約完遂。送料再開だ。ドリルを回そう。感謝するよ君たち。よーし完了だ。ということで今回はここまでなのだ。二人ともお疲れ様なのだ。おうよ。なの、ぜ。大丈夫なのか？あいつはダメだ、放っておこう。とにもかくにもこれで大目標の一つを完遂したのだ。でもまだ二つ残ってるからもう少し働いてもらうのだ。そのためにはマップを解放しないとな。次回はスミスビルダム探索なのだ。次回をお楽しみに、なのだ。おまけ。は？は？は？どやー。なんでお前ここでシーオブシーブスやってんの？